よーみりーよーみりーかかのみなさん、こんにちは。サバヤンゲームズでした。しゃーすごい当選率。高校もう運使い果たしてるよ。スタートオービリン高校の運の使い果たし具合が尋常じゃない件について、少し触れながらも本日もね、全カート1位企画このシーズンで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、全く俺と同じカスタムやつはなぜ1人いる？なぜ俺と全く同じカスタムやつは1人いる？それ被るのエグくらいか、それ被るのエグくらいか。なんか持ってる？風もらってダブルを取っていくし、つかりとね。さあ、これも使っちゃえ。結防御して、この部屋なんかヤバい匂いがする。はい、ヤバい匂いがします。ヤバい匂いがするんですけども、なんだか、あ、いつも通り行きましょう。さあ、まずはメダルを回収して、2枚回収してダブライト。オッケーオッケー、悪くない。初手の立ち上がりすごくいいね。さあ、しかもメダルもここがっつり集めていきたいんだけど、すごい攻撃的な部屋な気がする。狙ってきそうだ。あれ、めちゃくちゃ全員やり合ってる。ヤバい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 。これ使いましょう。ザッ、最悪。落とさなきゃだから、ちょっと早めにキノコ使っといたいな。早めにキノコ使っといて、これこっちからダブル取るか。こっちからダブル取って、これね、結構早いこと雷ここで来たりするんだけど、ちょっと我慢する。少しだけ我慢して、ここで使うじゃん。ダブルオーガーして、音がすごい。プシュプシュプシュって、プシュプシュプシュって音がすごいね。ほら、このカスタムの特徴でございます。スプラトゥーンカスタムですね。さあ、1回かこれ投げといて、ここでアイテム取って、キロさん引いて、さあ、静江がいるね。おっと、追突事故、追突事故大発生で爆砕を警戒。前投げてくんないから、それぶつかりそうな。こっちから行ってダブライ取って、オッケー。弱すぎる、絶望。ワンチャン魚触れたりしないかな。なんか当たってけ、当たってけ。オッケーオッケー、めっちゃ吸わして、がっつりクラクションで吹き飛ばせない。インガンゴリ刺して、あ、ブラウィニング。はい、よい。まあ悪くないでしょ、1列目。はいはい、ということで本日こちらのスプラトゥーンのシーズンで、頑張っていきたいと思うんで、ぜひ最後までご視聴のよろしくお願いいたします。しゃー、はーい、てことで第2レースはキャラカラ砂漠 150cc ミラーでございます。一番、あ、多分ね、マリオカート8デラックスの中で、ここ難しいコース、5本の指、スタート5本の指に入るんじゃないかな、このミラーの 150cc のカラカラ砂漠。カラカラ砂漠自体がめちゃくちゃ難しいコースなんで、その中でもこの待って、なんで投げちゃった、当たる、誰かに長打、誰か当たっちゃう、誰か当たった、臭いね。うわ、最悪。ゴリラってさ、バナぶん回してるとき一番気持ち悪いね。なんか一番気持ち悪い、正直。まあ、ただ今日はね、本当にあのデスコン、まあ来るだろうっていうことをね、もう分かりながらやってるんで。さ、大丈夫そう、大丈夫そう、オッケーオッケー。このメダル1枚取って、そのバナナやばすぎ。ピンポイント1個ちょっと投げといて、ワンチャン誰か当たんないかなみたいな。ちょ、メダル集めたいな。トゲいらねえ。ねえ、それ俺の、やばいやばい、ちょっとそれ避けて、あ、流れ悪いな、流れ悪いな、流れ悪すぎる。投げといて、これも投げとこう。で、これちょっと一回停止しよう。前逃げすぎだな、これ。ちょっとどいつくか、これ。音えぐ、マジで。脱粉しぜな、マジで。で、最悪のタイミングで雷降るし。スター、ありがとうございます。おいしい。おいしいね、スター。ダブレットって、まだいけるよ。全力ブレーキで脱粉で安定の脱粉です。これもう一回交換したいんだよね。ああ、交換できてないんだよ。キラー引いた、ショットカで打てばなんとか面白くなりそうじゃない。いや、ショットカで打てないんだよね。もう一回カメラ振ってくんだから、これ追いつかないぞ。1位ガン逃げなんだよね。ガンギャン逃げなんだよ。ギャン逃げ、ガンを通り越してギャンで、だ、あ、出た、お得意分野。これね、絶対荒れるからこっちから行く。俺には見えてる、俺には見えてる。これ最後こっちから行くの、お前明らかに間違ってるって思う人いるかもしれないけど、絶対こっちから行った方がいい。で、これギャン打ち、
ギャン打ちでぜ、はい、ほらあれ、はいはいはい、こういうことなんです皆さん。一気に魚振っていく。よい、戻ってこれたものの1位ではない。ガンギルってやつもいる。ガンギルっていう神聖がいる。俺と同じカスタムのやつ、ガンギルに吹き出し勢で勝つ。はい、ということで第3レースはプツクプツクビツチでございます。ということで、このガンギルってやつがね、そのカスタムに2位を取る。そいつか俺がどっちが先に1位取るかね。高校スタート、プツクプツクビツチのコツ、皆さんはご存知でしょうか。最後のアイテムの前の一直線があると思います。そこでいかにスターを持った状態で突っ込めるかです。なぜかというと、そこめちゃめちゃ荒れるから、そこまでちゃんと無敵を運搬できるかがかなり勝利の鍵でございます。さあ、まずこれ風もらって、風をしつかりもらって、アイテムをちゃんと1個取っていく。で、メダル欲しいな。うわ、やばいやばい、アップねー。メダル取れなさそう、消されちゃったね。ちょっとメダル欲しいんだけど、全然メダル取れないね。そう、俺じゃないね。アイテム1個取って、赤コーラ来そう。投げるなら来い、投げるなら来いよ。はい、ミドさんです。最悪ですね、ごめんなさい。ちょっと悪いことした気持ちはある。俺には悪いことしてしまったなって思いはちょっとあるよ。トゲ避けて、危ない、ちゃんと避けてます。で、これ多分当たる。うまくね、ガンギルだけいかせない。ガンギルちゃんとしばいて、オッケー、こいつもしばいて。ただもう俺ちょ待って、これ一回ね、俺一回メダル集めるわ。これ無理だ、後ろ赤さんだし、これ絶対行っても無理だから。何、どういう軌道で走ってんのお前。めちゃめちゃ荒らしてんじゃん、このメキシコ人。メキシコ人が大暴れだ、剣について。さあ今12位ですか。オッケーオッケー、まあいいでしょう。さあこれもすぐ使おう、すぐ使ってちょっと追い上げて、こっからね、サンダー回避を決めて俺勝っちゃうんだよね。実はキラは全然よくて、アイテム1個取るじゃん。まだまだまだ落ち着いて。あのみんなキラーで俺だけキノさんってどういうこと。で、これ使うじゃん。うわー、無敵引けられる、マジ沼。使ってくか。もうこれ使ってって少しでも順位上げるしかないんだよね。そのあたり、みんな俺最初なんて言ったか覚えてる。何て言ったか覚えてる。この最後のアイテムで無敵持ってないとこうなるんですよ。さあ頑張っていきましょう。どうしようかな。高校まあ12という試合も取りますよ。スタート、人間だもの、人間だもの。さあ、なんだっけ、あの人間だものの人、なんとか三つ男だっけ、三つ、なんだっけ、三つ男じゃなかったっけ。なんかそんな感じの人じゃなかった。おっそ、マジでなんでシーズンで普通にこいつに追いつくのかは知りたいんだよ、純粋に。さあ、キノさん引いて、オッケー、UMT ぐらいで、斜めぐらいで、バンバリ、ダンゲリ、伸ばして、ガッツリ上がってくる。さあ、メダルも集めたい、メダル集めて、ジャンピングアクション決めて、赤コーラ、俺です。すぐさま俺。すぐさま俺の赤コーラで、メダル集めて、オッケー、ジャンピングアクション決めて、ちゃんとショートカも行きましょう。ショートカも行って、悪くない、メダル6枚で、これ、後ろ投げてきたらだるいんだよな。さあ、ちょっとこうメダル集めて、オッケー、メダル10枚にしていく、悪くないね。さあ、ちょっと1位がジョンジョンに逃げてきたね。逃げてきてる感じは出てる。さあ、がっつりインから、で、UMT ガンゴリ出ます。さあ、これもちゃんと伸びてる、後ろちょっと燃やしてみて、前もちょっと燃やしてみて、当たりそう絶対。あ、避けた避けた、オッケー、赤これ1個投げといて、1人しばいて、悪くないよ。どうする、前何する、木野さん強い、これ投げとこう。1人しばいて、ゴリラしばけてる、よし。それ絶対当たりたくなかった、それ絶対当たりたくなかったから、すいっそいできのこ使ったのに。終わった、2連続 B です。これあやべ、頭くそいけ、気圧だ、これ2連続 B です。私2連続 B のビジョン見えました。
2連続ビリか。ああ、すげえ。はい、ということでね、おまけの1ですね。来ました、リンリンメトロ打開コース、得意コースでございます。いやー、あのファイアフラワーが当たったらリアルに3位ぐらいだったんだけども、あれが当たってしまうと、ここ話になりません。スタート、キノコ使って逃げたつもりが反射のファイアフラワーに当たってしまう。まあいいでしょう、そんなこともある。長いね、マリオカート人生で、そういう負け1回ぐらいはあってもいいでしょう。俺じゃないよ、俺だと思うね、今のところ俺で投げてないから。さあ、メダルも10枚にして、シングル交換なんで、オッケー、でもスター引いた、オッケー、悪くない。インコースからちょっとこっちからこうガッツリいって、ちょっとメダル1ね、これアイテム1個取って、多分キノさんでしょ、キノ1か、ちょっとそれ弱いね。おお、ちょっと使ってみる、キラーバカ強くね、 100% 雷振りますよ。俺ここでちょっと雷振るの見た、ここで雷読みをして来ないんだよね。で、トゲいった、もう一個赤ゴロ投げて、ちょ、1追いつきやる、これ雷絶対来るんだよね、どっかで。1踊り出て、オッケーオッケーオッケー、いい流れいい流れ来たよ。逃げろ、できればダブル防御欲しかったけど、まあこれは普通に早く走って逃げる。なんで防御間に合わないのそれ。そのドンキやばい、絶対ブーメラン投げてくるじゃん。またビリ、またビリ、これリカバリー記録最高、天使神、シングルでいい、キロボナイス、キロボ、よーい、サーイ、悪くはなかった、よく上がってきた、ここまで。オッケー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 、次、はい、来ました、私は故郷、もうね、生まれ土地だよ、生まれ故郷、来ました、チーズランドウェア、ここで、ここ間違いなくスタート、俺が勝ちます。で、7位、次へ。はい、てことで、来ました、 SSE レモロー、ここスタート。ちょっとあの海外のあの南米のゴールを決めた時の実況出ちゃいましたけど、うん、伝わるかな、今の、わかるかな、みんな、海外のサッカーでゴール決めた時の実況が出ちゃいました今。わかるかな、わかるやつは、わかるやついたら結構嬉しい、今の分かってくれたら相当嬉しい俺。さあ、なんだ俺今シングルまだあったのか。さあ、キノさん引いた、ちょっと防御引きたい、ね、裏とかに、このメダルちょっと取って、2枚取っていいね、すぐ赤コール投げるじゃん、わあいいけどさ、そんぐらい全然いいんだけどさ、それ取るじゃんすぐ、まあいいんだけどさ、全然危ないね、ちゃんと避けて、またキノコじゃん、後ろ攻撃的なアイテムだったら終わる、うー、それはかわいそう、それやばい、強力防御して、よしよし、なんとか3位で張れてる、ケツ防御して、ジャンピングし入ってくる、あー、いんないか、スプラトゥーンをちゃんと食べて、よしよし、追い上げていこう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 、で、ここでキノさん、あ、緑コーラ1個はちょっと弱くないか、やばい、そのバナナ最悪、この地球上でありえる最大のミスを犯した。で、ダブル取るじゃん、スター使う、どう、なんか起きない、アイテム行こうって、なんか起きないですか、じゃん、で、これ多分ね、お父さんとかあるんだよ、これ。イン、がっつり刺して。なんで抜かれる ?8位、次。うわ、ずっとこれだ。ずっと今日これ。上がれない、この上のやつに勝てないわ。早すぎる。
はい、次はドラゴンロード。ここならワンチャンある。なぜかというと、ゴール前がごちゃごちゃのぐちょぐちょのジンギジギになるから、そのぐちょぐちゃのところを、スーッてね、駆け抜ければ、ここ間違いなく勝てると思うんで、スタートってこと頑張っていきましょう。で、ギョフル、この後。1個使って2個使って3個使って待てあのブス、はい、によっしゃ。はーい、ということで次はエレクトロドリーム、もうかれこれ162レースぐらいやっておりますが、まだ1位が取れてません。ただ諦めない心がきっといつか必ず、勝利導きます。ここスタート、諦めないでやれば必ず勝てるんですよ、この世の中何もかもが、全て何もかもが全て諦めないでやれば絶対勝てる。でもみんな諦めちゃう、なぜならきついから、諦めなければ絶対勝てるんですよ、どんな相手だろう、誰であろうが。ただ勝てないと思っちゃうとか、そういう先入観が己を負けへと導いてしまう。もう一回風ちょうだい、ドンキーから風もらってんの追いつけないっていうね。ありがとうございます。とりあえずね、ブーメラン縛いといて、これ爆殺処方、適当に昨日にですか、できれば1個防御欲しかったね、ネガワクバキノコ使ってショートカット、 OKOK、 当たんないよねそれ、 OKOK、 当たってない、どけお前、風もらってガンギルどけ、俺がガンギルからねえ、ほら赤消ししようとしたら失敗していく、うわ最悪だー、諦めたくない、諦めたくないけどこれはちょっと諦めたくなっちゃう、どうしてもダブライ取ってパツくごめん、それは申し訳ない、それは本当に申し訳ないと思ってる、冗談とか抜きにしてダブル取るで雷くる、きた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 、でこれ使っていくもん、来た、回避した、来た、マジで来た、マジで来た、マジで来たよ、みんなマジで来たよ、マジで来たぞ、これ流れ来たぞ、これか勝たなきゃダメ、これ絶対勝たなきゃ、この試合勝たなきゃ絶対ダメ、誰がなんて言うと絶対勝たなきゃいけない試合、これカゼもらって前出て OK、 赤コーラ投げろ、よし、魚振り体操、魚振り体操突入して絶対大丈夫、 OK、 投げてくれた、うわ最悪だ、あ相手向こう、しかもキノコ、えいけるいける、マジでいける、俺それ俺なの、最悪だわ、2発目は聞いてないって、俺諦めない、ここさとどんな時だって諦めない、前向いて走る強き戦士、俺は全員しばきます、さあ行くぜ、俺の応援歌歌ったところで、ね、適当に今歌ったけど、さあまず欠防御してすぐ投げてくる、やつらやつらほんとすぐ投げてくる、さあ1人しばいて、オッケーオッケーオッケー、インガッツリ刺してブーメランバンボリ投げてみて、キノコでショートカットバッツリ1枚抜いて、危ないね、避けてるよ、欠防御して2位でバッツリ、はい完璧、ナイス、さあじゃあナイスだよ、ダブル取っていいね、ナイス、欠防御してメダル2枚取ってナイス、後ろキノコだから譲ってもいいね、いつでも OKOK、 ボム引いてトゲ来たらちゃんと譲るムーブで、まあこれなんなら前出てもらってもいいし、 OKOK、 なになになに、やばい、ミスった、ボムでちゃんと、最悪で、トゲ来るから絶対に、これ絶対置いてくるわ、
100% 置いてくる、 100% 置いてくる、 100% 置いてくる。ちょっと距離開けるわ。ダブル取って、やっぱ置いてきたでしょ。トゲいった、オッケーオッケー。流れ俺、流れ完全に俺に向いてる。ダブル取ってスター使って帰れ、来い早く。良いかよ。次勝ちきれない。雷来ねえし、部屋減った、なんか人数減ってないわ。うわー、カンストしやがった、ゴミ周期。あーもう抜けるでしょこの人、さすがに。もうやっぱここでしょ、新日。昨日のね、ヒカツクと、ヒカツク先輩と義族と一緒にね、義族さんと一緒にね、生配信でね、ここでワンツースリーフィニッシュ、スタートしました。ぜひまだ見てない人、ぜひ義族さんのねチャンネル飛んで見てみてください。神回なんで、はい、ここで、奇跡的の一発目から、前さんを取ってしまい、全員がねもう発狂したというね伝説の回になったんですけども、ここでやっぱり俺はね見せる、俺はここで見せる。お前援護しろ、お前、お前落ちとけ、下で俺のこと援護しとけ、お前は本当に、うん、マジで冗談抜きでちゃんと援護しろって感じ。マジ欠防御してさ、イン刺してそれ置いちゃうんだ。あの頃どこ行った、あの頃どこ行った、マジ今の意味が分からない本当に。マリオカードたまに意味が分からない現象起きるよね。風起こせ、お前風取れない、すぐ投げるじゃん。もうそれ爆殺したら確信犯だから、お前それ爆殺したらマジ確信犯として、お前永久追放する。何度も言うけど国外追放決定だよ。爆殺しといて、さあトゲいった、エスター引いた、素晴らしい流れが来てます。はい、使っとけばよかった、使っとけばよかった。シリーズ入りました、今大きくなれよさっさと。なあ、なんで大きくならねえんだよすぐに。ただ前近いね、緑吸わせといて、ボム食らってない、後ろ近い、アイテム行こうって、この木のスタイル、そのバナやばいから、バナやばいからちゃんと避けて、いいよブーメランやっていいぞ、やれやれやつ、やれ俺じゃないぞ。ダブルドロってる、オッケーオッケー、スターを引いた、高速緑当たってないね多分。ガッツリ使うで、雷来るで、トゲいった、オッケー来た、決まった。でももういける気がする、もうあとちょっと、もうカンスト勢いなくなったら間違いなく俺が勝つ、もうあ、もう時間の問題だわ。はーい、ということでもうこの部屋に、沢まみれになりました。皆さん、この後のちょっと順位を、よく見ていただきたいです。私串がね、よく言われます、ここ、うん、スタート、お前文句ばっか言ってねえでさ、ちゃんとさ総力つけろよと。ああ分かった、まあまあ一理あるよ、確かにそうだ、それはみんなが言ってること間違ってない、間違いなく俺が総力をつければ、うん、いいという見方もある。だがしかし、うん、それとは全く別の部分でまた別の現象が起きていることをみんなには頭に入れていてほしい。それを今からお見せします、どういう現象が起きているか見てください。いきます、見といてください。サワちゃん、ハゲちゃん、青リンゴ、サワガンバ、サワを援護、ガンギル、最低も4人います。はい、さあ収録時間大台の1時間を超えてまいりました。ナメプロ最弱カスタム野郎も現れました。さあどうでしょう皆さん、こんな日常、ここいかがでしょうか。さあどうしてもね、学校にいる、そこの僕、そして、会社で上司に、文句を言われてるそこの君、いろんなね障壁はいろいろあると思います。いろんなね、俺だけなんでこんな理不尽なんだとね思う瞬間いっぱいあると思います。大丈夫です、僕も、非常に、地獄を見てます。はい、みんな同じです。
みんな同じです。みんな基本的に、それなりのフィールドで地獄を見てます。ダブル取って OK、 木の位置取っていいね。前出ちゃいます。当たらないの OKOK、 よしよし。ちょっとラードがあるんだけど、まあ、大丈夫。 OKOK、 離れてきたよ、離れてきたよ。さあここでまさかの、まあ、これメダル取っちゃおう。ケツボゲ間に合っていいね。さあ逃げていくよ、逃げてこ、逃げてこ、逃げていくしかないんだよね。これもあの UMT グライダーがロンググライダー、OK、そしてここでクラクション引くってね、奇跡が起こって、よしよし OK、 スーパー貯めて離れてるよ。これはもうちょっとそこまでいくわ。これパクられて、これパクられてさ、パクられて、そうそうそう、ね、でこれトゲ来るっていう読みをしつつね、赤コロ投げてきそう。トゲ来た、トゲ来た、 OK、 トゲ来たから OK、 でこれ防御確定なんで、これで裏防御確定なんで、これそうそうそう、やっと終わったー、マヤリチしたー。クソ地味だけど、クソ地味だけど素晴らしい1位獲得。終わりました、やりました。